おじ、おばが引っ越したので、引っ越し先に遊びにおいでというので家族で行くことにしたが、都合で自分一人だけ車で後から行くことになった。引っ越し先は別の町で不慣れな土地だけど、この道に入ってまっすぐ行って小学校のある角で曲がればすぐと説明され、大体の道が分かったので行けると思った。実際、あとは小学校が見えたら左折すればいいというところまで行けた。ところが、いくら進んでも小学校が見えない。道路を間違えたはずもないはず。と思いつつ進んでいくと、対向車どころか人家が少なくなり、あっても人が住んでいないようなものばかり。とうとう山に入りつつあった。これはいくらなんでも違うでしょうと思ったところで急に空が暗くなり、周りに街灯もないのだから、ないものだから真っ暗になってしまった。一旦車を止め迷ってしまったことを携帯でおじか先に行ってる母に連絡しようとしたら、いくら連絡しても相手が出ない。引き返そうと思ったら車が動かない。ガソリンは少なかったが空にはなっていないし、だいたい急に動かなくなることはないはずと思いつつも現実動かない。周囲は相変わらず真っ暗で、異常なまでの静寂さにお腹のあたりがずーんと重くなった。どうしようどうしようと思考がぐるぐるし始め、ついにこんなところで死ぬのかという考えが頭によりったところで、急に自分でも訳がわからない腹立たしさが出てきた。車を出てそこらにあった木の枝だか棒だかを拾い、くっそ、なんでこんな目に遭う、誰がこんな目に遭わしてくれた、出てこい、どうせ私も死ぬならてめえも道連れじゃ、うりゃーって棒を振り回しながら規制上げていたら、あたりがだんだん明るくなって周りが見えるくらいになっていた。そこで少し正気に帰り、とにかく棒は捨て、慌てて車に戻り、しばらく走らせたら、普通に人が住んでそうな人家が立ち並んでるところに出て、小学校が見え、曲がるとおじの家が近くにあって到着した。家を出た時は昼くらいで、着いた時は夕方だったし、急に暗くなるような時間でもなかった。今でも何だったのかよくわからないし、あれは夢だったみたいに思える。けど、もう一人でおじの家に行こうとは思わない。